どうもピョキンです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、エッグと書いてますけど卵という意味ですね。矢印は1個でいいんだよ、みんなわかるんだよ。どこを示してるか、ヨッシーの卵しかないんだから。そんなに矢印入れたいなら上と下の空白も入れといてよ。気になるんですよ、あの空白が。 A 型だから。またしょうもないこと言ってる。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.72%。 で、僕ですね、だいたいトロールコースを開始して初めの一発目10秒以内にやられることが多いんですよ。今日は10秒以上持たせるからね、期待してて。じゃあここはまずメットを取って上に投げればいいと思うところ、下のハテナを叩いて四角の枠に行く。開幕なんもなー。そういや、右下ヨッシー出てこなかった。あははは、ヨッシーさっきも同じの見たけど今度は突っ込んでおくね。じゃあ素直に上に投げてよかったんだね、このコーラ。そして右のオンオフをしてみようか。オンオフしても何もなんない。じゃあ左のオンオフは、いや左も何もなんない。じゃあ投げろっていうことなんじゃない。ボム兵が出てきてこのブロックを壊してオンオフをして先に進むっていうことか。なるほどね、左の。いや、この下がまだ進める可能性あるよ。天国という場所へね。なんか今日いつもの感じの雰囲気のトロールコースと違うくない？全然慣れないんだけど。もっと敵からバカすかこっちに来てほしいんだけど。ワーとかギャーとか言わせてよ。じゃあここは一旦四角の枠に追ってフラワーをゲット。そしてこのブラパワーなんだ、すごく怪しいけど一旦無視しておこう。そしてオンオフをして、この針に当たればいいのかな。なんか当たれないね。いや、僕を舐めるんじゃないぞ。一旦この下に行ってこっからジャンプ。わかった、今日は隠しブロック系なんだね。そういうステージだここは。なんでこの制作者すごく意地が悪いと思います。隠しブロックなんて見えない罠絶対に引っかかると思う。そして次はピンクコインコースやれか。すいません、今気づきました。ピンクコインコースって 1,2,3,4,5,6,7 多いな、めちゃめちゃ多い。長いんじゃないのか今日のコース。そしてここトゲゾウがいるけど、トゲゾウが主流となったコースなんじゃないんでしょうか。そしてここでヨシコをゲット。そしてこのままならばヨシコ、僕は上か右か、上に行きたいと思います。上が怪しい。ダバダじゃないんだよ、右だね。いや絶対左が怪しいと思った。こっちが正解と見せかけてやっぱ違うっていうの、トロールコースじゃ多いじゃん。このコース心理性がお望みのようだね。なんかブブー言われましたけど、これ何が出てくるの。ちょっとこっちやで、来いよ。潰してくれよ、刺激が足んないよ。この下何があるの。どうせマグマなんでしょう。なんでリアクション先取りしておきます。あっせー。じゃあここは氷ブロックを溶かす。そしてファイヤー状態をなくしてから下に進めば、あのチャッカマンしないで済むっていうことですね、ボム兵に。じゃあここは今右ヨッシーが生まれようとしたな。ヨッシーどこいるの。僕は君とつながりたいんだ、ヨシコ。そんなところにいて僕下に行けないよ。これ左のとかに入るしかないね。もう違う予感しかしませんけど。ヒント、ヒットウィズ当たれ、針に当たるってこと。ヨッシーを針に当てろっていうことなんかな。そして右は JUMP ジャンプアップウィズ。ヨッシーを針に当ててジャンプ、どういうことなんだろうね。ここじゃない、ここでヨッシーに乗って針に当たって無敵時間を利用して上に行けっていうことなんじゃない。ヨシコ、それじゃあもうちょっと早くしろっていうことか。ヨシコ、君の僕のアウンの呼吸を見せようじゃないか。ワン、ツーフリーシュ、テイクツーアクション。ワン、ツーフリーシュ。今のところ地味に難しいね。そんなスピードを求めるようなコース、トロールコースにはいらないよ。トロールコースばっかりやってたらさ、実はピョキングさんゲーム下手なんじゃないんですかってよく言われるんですよ。まあ一回も言われたことないけど、一回は言われたことあるかもしれない。まあ実はその通りです。じゃあここはヨッシーに乗って氷ブロックを溶かして先に進めるっていう感じだね。このピンクコイン取れるんかな。あ、なんかトゲソーいるって書いてるね。え、これもう積んだ。あ、でもちくわブロックあったよね。よしよしよし、ここに隠しブロックを置かなかったのは制作者さん間違いですよ。変なところばっかに置きやがって。じゃあここはチビになってあの土管に入っていけと、そういうことですね。なかなか順調に進めたね今のところだけ。ここはさ、だいたい真ん中隠しブロックあるんだよね。なんでここは正解。よし、そしてここで投げればピンスイッチ押せると、そういうことだと。やるやん、そう言っとこう。じゃあここはかぶって右に行けっていうことかな。そしてこのハテナブロック何が出る。なんかこれ取っていいんじゃないの。取ってこのブロックを叩く。そしたら下に行けたね。そしてここのブロックも叩く。そしたらどうなる。はっ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 
もう分かった、自分が頭が悪いということに。ここは叩いたらダメでしょ、絶対に。落ちてくるでしょ、砲台が。これ、いけるかな。よし、絶対これで合ってる。そしてこのまま左に行くみたいな。あー、やっぱそうだよね。そしてこのちくわブロックに乗って土管に戻れと。そしたらさっきのピンコインが回収できるっていう感じだと思います。さあ、これでピンコイン回収して次の場所へ行こうじゃないか。いけるんだろうな、本当に。はい、いや、全然いいよ。うわ、どうしよう、これ真ん中、あ、でもどうせ崩れちゃうよね。これどうすればいいの、ねえ、これどうすればいいの。どうやってもやられることができないんですけど。ガバ発見しました。さあ、大問題の場所にやってまいりました。ここは一旦ブロックを壊して被弾しろっていうことだね。そしてピンコインだけ取って、やっとる前にこの派手な叩いておくか。よっしゃ、来た、バレとかいた。よし、ちょっと焦った。なんで入れないの。こっちに行けっていうことか。焦らせるな、わざわざ。ここじゃあ、ここで中間ポイントを取ってスタート地点に戻れるっていう感じでしょう。さあ、来ました、2つ目の青い土管。入れないな、なんでよ、なんか車線引いてあるな。じゃあここの黄色い土管に入っていきたいと思います。ここファイヤーフラワーって書いてたよね。じゃあ度数がオンオフしてくれて、もう一回土管に入ると、もうこれで終わりでいいよ。待って、オートスクロール系じゃないね、これ。一旦下行ってみようか。なんか下怪しくない？こっちから実は通れるみたいな。いや、下は何もないみたいだね。あたかも何もなかったように過ごしていく。じゃあここは下に落ちたらやられるような気がするけど、50コインを信用していいんじゃない。今日頼む、50コイン。パッパラパッパ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 。じゃあここは矢印の方を信用してみようか。そしたら何かあるんじゃないか。やっぱりありました。そしてこのトゲメッティをかぶっていけないね。なんで、このピー風船の状態じゃかぶれないのかな。あ、いや、でもこれで合ってたんじゃない。そしてこの下はいけないと。そして左にも行ったら落ちると。じゃあ僕はどこに行けばいいのと。奈落の底へレッツゴー。じゃあここどうしようか。一旦上行ってみようか、この上に。そして被弾して上に行けば。なるほど、これで先に進めるとか。ここ矢印書いてるね。今日矢印マジで信用していいかもしんないね。ここの魚は何もしない。そして上に行く、上に行き過ぎた。今日僕は全ての矢印を信用していこうかなと、そう考えております。ここの下のピンクコイン取っていいのか。このブロック開いたな、開いたけど一応ギリギリ取れるな。よしよし。そしてここのオープンを叩いた瞬間、このヨシコを救出する。頼むヨシコ、ヨシコ。いや、右に違うヨシコがいるな。リップ対ヨシコ性。あ、ヨシコを取れない。このバー見てなかった。この上はいけないね。だからダバターじゃないんだって。じゃあこっからなんだけど、一旦右側のちくわブロック降りてみようか。そうしたら左のヨッシーが救うことはできないか。じゃあ右のヨッシーにやっぱ乗るしかないよね。そして左行ったらダメ、上しかダメなんで、この場所で一旦何かを食べても無駄だね。ということは右の四角の場所行くしかない。ここには何が出る。ごめん、ピンポン。そして僕も君の後を追いたいと思います。決めんだよ。いや、ここめっちゃむずくない。どうすればいいんだろう。あ、左のファイヤーをヨッシーで加えて取ればいいんじゃない。あー、そういうことだったのね。そしてこのファイヤーは一旦こっちに吐き出しておいて、ここで食べておいか。そんでここではどうしよう。溶かす、溶かすところまではいいでしょう。そしていや、こっからどうするかなんだよな。右行ってもダメだったからさ、この右のボムをどうにかして出さなきゃいけないっていう感じだと思うんですよ。なんでここで当たってヨッシーだけ右にある、それが正解なんじゃないですかね。きたヨッシー。頭良すぎよ。まだあんの。もう終わったと思ったよ、僕。倒しておく。そしてこれは、はっ、いや、避けるよ僕。どっちが正解なんだ。これは当たってこっちの扉に行けっていうのが正解だったんじゃないの。じゃあこっちは何を。入れませんね。大器用意しとけ。じゃあここはチビになっていけっていうことが分かった。さあ扉に入ったらスタート位置に戻してくれるんでしょうか。いやっほビビらせやがって、タッチブロックじゃん。そういう演出僕好きだよ。さあ次は緑の土管だね。この土管行きましょう。残りを2つだね。そしてここは下に行ってみるか。いいわけねえだろ。これヨッシーは取れないよね。まあ、かじゃあここはヨッシー落とした瞬間この場所に置いておく。そしてファイヤーを取った瞬間右に行ってピンコインゲット。もう終わりでいい。
よここしつけんだよさっきからもう終わりでいいよって。あ、本当に終わり？いや全然ある、全然ある。今見事にかわせましたね。え、違うの？いや終わりだよねこれ。やった制作者さんは疲れた模様ですね。右に行くごとに楽になってる。じゃあ次はラストだね。このドア入っていきましょう。ここも短かったらいいんですけど、一旦四角の枠叩いてみる。そしたらいかつりはやー、ここは叩いた瞬間すぐ右に行けっていうことか。そしてこのイカを倒すしざらねえだイカ。今日の晩ご飯イカそうめんにしようかな。じゃあここは上に行くか。いや上はいけない。なんでこの下に行きたいと思います。なんか壊れないねここ。右に行くのが正解なの。何この下姉ちゃんか。そういやさ、女の子で適度な舌足らずの方って可愛く聞こえる時あるじゃん。なんで僕もそれを狙っていこうかなと思います。それじゃあ客さん、ブロックを蹴りまして、この針に当たっていく。この針に当たっていくちくわブロックを折ります。コインに当たってこのメッタと折ります。そして下に行ったらパンタケパン。キモすぎ、放送事故レベルもう二度としないかもしんない今の。じゃあここは右に行ったらダメっていうことだったよね。なんでオンオフをしてコインの場所に行くしかない。ここが怪しい。なんか裏にバーが見えるぞ。なるほどね、そうだと思いました。この口紅植物か。これね、皆さん見ててください。こっから僕の無双状態が始まります。じゃあここね、オンオフをしてこのメットを取ればいいっていうことですね。さっきはよくもやってくれたな。いけ俺、当たんないのねちょっと待って、火がまずい、火がまずいって。あー、ここはオンオフ。あっさー、ここのメット一旦かぶっておこう。そしてオンオフをして土管に入れば。土管に入れないな。なんで、どこに行けばいいんだろう。左下のドアか。多分あのドアで正解だと思います。もう終わりでいいよ。最後のゴール、扉へと進ませてくれ。このヨッシーちゃんと孵化すんのか。なるほどね、ここはヨッシーは待っておこう。そして左下で取ると、そういうことだと思います。さあヨシコ行きましょう。そしてこの土管は入れない感じだね。なんか土管これ上に行ってんのかな。あ、上行けないね。もういけんくらいこれ。あ、このボム兵を食べろと。いや、そこまで食べなくていいって。魚は邪魔するのよ。これどうやって行けばよかったのじゃ。はいはいはい、もう分かりました。ここで一旦上に行けばオフがかないね。これ火食べれたっけ。あ、食べれるんだね。で、この火を吐いて着火して土管に入れと、そういうことか。もうゴールでいいよ。まだまだだね。なかなかじらすねこのコース。下の土管は、下の土管入れない。じゃあこの火を食べてこの氷ブロックを溶かす。そしたらどうなるの。いやー、じゃあここは上だけ壊そうか。あ、まずい。これは、いや意外と着火しないのね、さっきと違って。じゃあここはバネを右に投げる。そうだろう。よし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 。でこのまま上に行って一旦この火食べていこうか。多分火いるんじゃないのか。これを壊せみたいだ。まずい、大事なところで火入っちゃった。ここも上だけだね。一発でちゃんと壊せるようにしよう。よし、うますぎ、うますぎを誕生しました。じゃあここで扉に入っていく。これで本当にもう終わりなんじゃないの。来ました、最後の扉へと向かいましょう。これ僕さ、思ってることがあって、この右めちゃめちゃ怪しいんだよね。多分この扉入っても素直にゴールさせてくれないみたいな、そんな感じなんじゃないんですかね。そして最終的には右が開いてゴールみたいな。ヒットバック、え、なにこれ。ヒットゴーバックって書いてるね。当てて戻れ。え、何よ。いや、今のところだけちゃんと覚えておこうか。ノーレットコインス、赤コインを取るなんてことここ。まあ、そんな感じのコースなんですが、今日も一旦 P スイッチを打ってみようか。それが違うっていう可能性もあるよ。実はこっちで正解でしたみたいだ。え、これどうやってすればいいの。あ、この下に行ってやられるだけ。いや、やられれないよね。いや、全然あるある。これまだゴールできる可能性があるよ。そしてこのまま右に行けば上、これ上に行けってこと。え、右も入れないしさ。何さっててんのここ。え、マジでここの糸がつかめないんだけど。この下は、あ、やっぱなんもないよね。あ、フラワーがある。来た、これは全然熱いね。で、ここで一旦下に行こうか。ちょっとこれちょっと下に行くのも難くないかな。じゃあここで P スイッチを持ったまま僕は行きたいと思います。ここで壊す。そしたら何が出てくる。
ピー風船が出てきました。このピー風船を取って左に行けばいいということですね。多分あの黄色いブロックに戻るんじゃないかな。これちょっと行ける、これ行ける、よしよしよし、この扉に入れっていうことでしょ。扉な、なんとかね、やられるだけじゃないの？なんだこの茶番は。これさ、右行ってももう一回鍵もらえないよね。なんでさっきのヒントの場所まで戻りたいと思います。多分ここでさ、モヘを爆発させるじゃん。そしたら上に行けるようになるみたいな、そんな感じなんじゃないかな。なんか上あるね。そしてこの土管に行けみたいな、そういう感じなんじゃないの？いや、こっちの土管か。もうさっきから土管とドア間違えまくってる。もう何でも、いやー見えた、ゴール見えた。ここで一旦この甲羅を入手しておこうか。そしてここで、おっしゃー、もう分かったよ制作者よ。ここは麺を食べて左側にオンオフがある。そのオンオフして上に行けと、そういうことなんじゃないんですかね。一旦このパックン食べておこうか、後で必要になるんじゃないのか。やっぱりね、ここでハモリブロックを溶かす。そしてここでちゃんとゴールできるのか。頼む、もう何も来るなよ。もう結構長い戦いだったよ。ブラックパックを倒す。そしてここでハテナを叩いて一旦右に逃げておこうか。サコだー、次は絶対引っかからない、あんなザコなんかにね。なんでここは投げた瞬間すぐ上に行って一旦ザコを回避しておく。そしてここで鉄球を出して、うわぁ、あっ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 、なんで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 。まあ、ああいう時は大体、わーとかなんとかとか言っとけばいいんですよ。ここ本当に落ち着こう。一旦ここで止まる。ここまでは完璧すぎる。次は絶対にゴールできると思います。さあ、ゴールさせてくれ。やったなかなか長い戦いでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、圧倒的宅配ということで、サムネを見る感じですね、パワーブロックしかないから、パワーブロックは運べっていうことなんじゃないんでしょうか。それじゃあ僕はこのコースをクリアして宅配の会社でも立ち上げようかなと思います。その名も Uber Eats。 もういいってこのネタ、この前言ったじゃんか。つまんねえもんまた掘り起こしやがって。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.29%。 まあゴール条件がなんかあったんだよね。ドッスンを1体倒してからゴール。え、ドッスンとかいなかったんだけど、サムネに。まあこのパワーブロックをどうかして。まあいいや、まあ10秒しかないね。そして、まあ、この右側は怪しいけど、ここにドッスン。一応やじゃー。じゃあこのパワーブロックを右まで運んでドッスンを倒すんだけど、なかなか簡単でもないね。こういうのはリズムだね、テンポよくいこう。ワンツ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 、ここだ。もう少し遅めにジャンプしろと、そういうことなんじゃないんですかね。なんでドッスンが来るギリギリまで待っておこう。ここいやでも大体今ので分かったね。これパワーブロックをジャンプして破壊しなくていいんじゃないのかな。なんでパワーブロックを右まで運ぶでしょ。そしてドッスン自身に破壊させれば多分ゴールできると思います。いやまあそんなに難しくなかったね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待った、そんなに難しくないなら最速を取れるんじゃないのか。これで最速を取ってみせたいと思います。皆さん見ててください、最近最速多いよね。ここでジャンプ、そしてすぐ左に行けば、これは最速なんじゃない。今めちゃめちゃ速かったよね。さあどうなる。最近めちゃめちゃ上手くない？自分自身でそう思ってしまってる僕がいる。高評価、チャンネル登録よろしく。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。